こんにちは、山瀬のフリブです。今日は桜がですね、山瀬の前の桜もだいぶこう散ってきまして、お店の前もこう花びらの絨毯のような感じになったので、ちょっとだけ動画撮ってみました。こちらです。バスがこう行きますと、こう車が通るとね、またこう風で舞ったりとか、まあ、今日も風ありましたね、少しこう舞ったりとかね。まあ、これでこう、ラストを迎えていくんですけど、こう散っていく桜っていうのもなかなか好きだなと思います。こんな感じで、今日はいつもはこうシルエットとかそういったシリーズごとなんですけども、まあ、シルエットの何かとかシリーズごと、まあ、今日はシルエットの全ライトですね、こちらですね。をご説明したいと思うんですけど、今日は実際に作ったお客様にお客様のメガネとして作成したメガネをご説明したいと思います。で、全ライトを今までご説明したことないんで、全ライトのこのムービーありますので、それだけちょっとご覧ください。全ライトは、まあ、シルエット全部こう特徴ですけど、横のテンプルが短くなって、縦幅が短いですね。テンプルの素材は SPX っていうシルエット独特の樹脂素材を使っています。すべてネジは使ってなく全部はめ込みで作られています。とても軽くて、しなやかでかけやすい、そんなメガネになっています。今日お客様に依頼されてお作りしたのがこちらですね。シルエット全ライトで、中近累進レンズで、作ってあります。中近、累進レンズっていうのは、そうですね、室内の用途にすごく良くて、パソコンとか中心に使う方にはすごく楽なメガネになってます。で、実際にはこういった感じですね。これが正面からですね。でまた、で、このようにこう、すごく軽くてスタイリッシュに作られます。で、全ライトと、まあ、塩ビソ、ちょっと比べたいなっていう感じで、こっちがシルエットの塩ビソですね。こちらが全ライトです。こう、横のこの細さが、全ライトが細くできています。で、全ライトの場合は、こう、ちょっとこう四角張ったね、こうデザインで なってますけども。で、色もすごくちょっと金属感を出したこのような光と、まあ、カラーリング、こういった作りにデザインにされてます。シルエットの、まあ、いろんなシリーズあって全部こうリムレスで同じように見えるんですけども、かけて見ると微妙な違いがよくわかります。山瀬にシルエットたくさん用意してありますので、ぜひご来店いただいてお試しいただけるといいと思います。今日はありがとうございました。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。